交流会？修験学院との？はい、そうなんですけれども、ティーゼったらいいよ。やっぱり今言わないでいつ言うのよ。どうしたんだロニー、そんな不安そうな顔して。すみません、せっかくキリト先輩や皆さんが頑張ってようやく交流を持てるようになったのに、私だけ不安がって。うん？相談なら乗るぞ。何がそんなに問題なんだ？交流会自体には特にこれといった問題はないんですが、その交流会に参加される方々が。あ、そういえば一体誰が参加するんだ？リピアさんにレンジュさん、それと暗黒術師ギルドの DIL さんです。それはまた、なんというか、そうそうたるメンバーだな。もちろん北セントリア定律修験学院の外部生という扱いですが、私たちの規律を守ってくれるのかロニエが不安がってて。すみません。いや、何もロニエが謝らなくてもいいだろう。しかし DIL まで俺たちの修験学院にか。正直想像もつかないですよね。な、ティーゼったら言い過ぎだよ。まあまあ、ティーゼが言うこともわからなくはないよ。俺だってその3人を相手に修験学院の手ほどきをするなんてちょっと想像もつかないな。でもお互いの溝を埋めるためには重要な任務だよロニエ。分かってはいるけど。そんなに不安なら一緒に手伝うよ。俺だってこれでも修験学院の生徒だったんだからな。とても助かりますね。よかったじゃないロニエ。はい、ありがとうございますキリト先輩。そんな大げさな。それにしても本当にその3人を相手に修験学院の体験入学なんてできるんだろうか。待ってください。勝手に出歩かれては困ります。うるさいわね。別にいつもの格好で問題はないでしょ。噂をすればだな。待ってください DIL 様。気安く呼ばないでちょうだい。失礼しました。しかし一体どうしたんだ。貴様か。キリト、ちょうどいいところに。すまないが彼女を説得してくれ。説得ですか。そこの女が私にどうしても奇妙な服を着せたいらしいの。奇妙な服ではなく我が修験学院の制服です。そのために採寸をさせてください。いやよ、どうしてそんな格好をしてまでお前たちのお遊戯に付き合わなくちゃいけないの。お遊戯だなんて言い過ぎじゃないか DIL。 お前のためにリーナ先輩も大変なんだぞ。ふん、そっちが勝手に騒いで勝手に盛り上がっているだけでしょ。関係ないわ。手厳しいな。まあまあそう言わずに、せっかくソルティリーナ様が気を使ってくださるのですから。レンジュの言う通りです。郷にいれば郷に従えというやつですよ。レンジュ、リピアも来ていたのか。はい、私たちのために人海人の服をご用意していただけると伺って、皆さんの制服にも以前から興味がありました。私も興味がある。 DIL、観念したらどうだ。ふん、暗黒騎士も多くも何も考えていない証拠だわ。失礼ながらどういう意味でしょうか。私は仮にも暗黒術師ギルドの長よ。よそ者からどれほど見聞を広められるかなんてたかが知れているわ。それはどうかな。思ってるほど世界は狭くないし勉強になると思うぜ。はっ、言うじゃない。分かったわ。じゃあこうしましょう。私がこの交流会で一つでも興味を引きつけられる内容があれば、暗黒術師ギルドを代表してお前たちに服従してあげるわ。
服従ってそこまでしなくてもいいけど、な、要はおとなしく交流会に参加してくれるなら、あ、それで頼むよ。いいでしょう、話くらいなら聞いてあげる。よかった、では改めて採寸を。待って。はい。従うと認めたのはそこのキリトよ。キリト、あなたが測ってちょうだい。それってつまりキリト先輩が直接体に触れるってことじゃ。仕方がない、キリト頼めるか。いやいや、なんでこんなことに。なーに、できないの。私の気が変わらないうちに。あら、じゃあそういうことなら私たちが寸法を測りましょう。ちょっと、なんであんたたちが私の体を触るのよ。やめなさい、こら、多くのバカ力。はい、おとなしくなさってください。それでは測りますね。話せ、こら。やれやれ、これから先が思いやられるな。